はい、パームスの沼田です。こんにちは、パームスの宮口です。今日はですね、ここは、愛媛県は島並海道ですね。そうですね、島並海道、はい、やってまいりました。非常に穏やかな天気、珍しいですね。島並海道、天気悪いことばっかり言ったようなところもありますからね。で時期はね、今3月の上旬で、ということでライトゲーム楽しんでいきたいと思います。あ、来た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 、横飛び、横飛びです。お、来た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 、これ食う。もうね、あのリアクションの典型のアクションなんですけど、横にこう飛ばすんですよね。で、日中無理くりこうちょっとスイッチ入れる一つのパターンですね。さあ、今日は満月の大潮です。条件としては、まあ一般的には厳しいと言われる条件だよね。お、常夜が入りましたぞ。惜しくた。ボトムの、よっしゃー、食ったでー。ボトムからがっつり食ってきたのは頭でございます。ミニチュアダックス1.5ですね。綺麗な色するね。見てこの食い方、バックですよ。ちっちゃいのいますね。メバルいる？いや、なんかすごいちっちゃいシラスみたいな。あ、餌入ってきた。あ、いる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 。ベイト入ってきた。釣り人は単純なもんだよ。一匹ベイト入ってくるとやる気でしょ。メバプロのね、アスロシンキングのね、ちょっと性能使ってサスペンド気味に塩に流します。割とね、塩の中で流れてるだけでもペラ動いてるんでね。見に来た見に来た、見てる見てる見てる。いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。塩紙から入れます。ノーアクションでうーっと塩流すよ。で、ペラだけそのわずかな抵抗で少し回るんですよね。それにこうパッとこうすごい勢いで見てくる。おそらく今の状況だとトップまでは出てこないんですけど、下入れてあげるとね、反応してきてます。あっ、うわ、でっけえシバズが見てきました。でっかいシバズが見てきました。これ外がシーバスいますね。ただシーバスもね、結構漂ってるようなの食ってるね。
お、送った一発だ。フローティングディールに変えて一発でしたね。すいません。サイズはねそんな大きくないですけどね、ちょこちょこ今ライズしだしたんでフローティングディグリーにね変えたところ、よし OK。 少しねシーバスの今活性が出てきたところ、よいしょ。メバルベーバープロにね、ちょっとこう反応してくる。でそれに合わせてねシーバスもねちょろっと見に来るんですよね。ポツポツ、今2発ぐらいですかね、少しバーディーもライズしました ね、この間でね今ねシーバスがね少し活性が上がったんで、フローティングディグリ入れてタトッと、トゥイッチ入れてあげて、少しステイ入れたところでポッと持ってくるね。ライトタックでやるとこのサイズが面白いですよ。よしよしよし、おお、いいサイズっぽいです。いいサイズっぽいですね。めっちゃダメそう。いいサイズっぽいな。もうなしだからクソ皆さんと同じぐらいで、あ、でもいいよいいよ、ちょっと、うん、でかい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 、あ、でかい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 、いいよいいよ、 OK やな、やったっけいいねフローティングディグリーですね。釣れちゃいますね釣れちゃいますよ。いいファイトだね、ドライブバンバン出してたね楽しかったですねやったね、お願いします。ありがとう。 OK です、あざすフローティングディグリ釣れますよろしくお願いしますおお、ない、さっきよりちっちゃいですね。かわいいサイズ。あざす。やったねー。いいですね。フローティングディグリーで2匹目ヒットですね。足元に小魚のところが回ってきて、魚を蹴っていたところでヒットしましたね。やりました。いいね、フローティングディグリ楽しんで本当に適材適所なんですよね。メガプロみたいにこう割とこうブリブリッとさせながらパッと止められるようなやつだとメバルが下からこうパパッて見に来るんですよ、今日の状態だと。もっと活性高いとサブリムみたいので上まで出せるんだけど、でシーバスなんかだと、ね、もうちょっと綺麗にパパパパッとこうレスポンスしてくれるようなフローティングディグリーパッてこう食ってくるんだよね。いやいやいや、すごいよ、いろんな魚がいますんで面白いです。メバプロからいきますライズがあればねサブリムから行くところなんですけど、
ちょうど自分の正面から右手から左手にね潮が通してます。でここ常夜一発入ってるんで魚いると思うんですけどね。知ってるメバブロン食ってきましたね。よし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 サイズ。よし。おおやりました。今ねメバブロライズがなかったんでドリフトしてたんですね。嬉しいファイトしますね。ね、今日ね満月大潮なんですよね。で全体的にちょっと今ねぐるっと回ってきたんですけど、それほどこうメバルがライズするとかっていう活性はないんですよね。なんでちょっとねシンクレート、まあ、ビットアーツシリーズの中で一番こうゆっくり沈んでいくメバプロ、これをアクションちょちょんと入れて今流れにこうふーっと乗せていくところ食ってきました。楽しいんだね。そうですね。いやいやいや、最高でした。よし、じゃあ行きましょう。また季節追っていこう。そうですね。ね、またあったかくなったら違うゲームになりますよ。行きましょう。